どうもキミマロです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、めっちゃ久しぶりにこれやっちゃいます。台北旅行の荷物のパッキング動画です。今週末に台北に観光で行ってきます。やっとですね、やっと行けるようになりました。10月13日から観光客受け入れ再開がされまして、ノービザ隔離なしでも行けるようになったので、早速ですがね、僕も行ってきます。前回台北に行ったのが2019年の10月なので、ちょうどね3年ぶりですね。長かったですね。このチャンネルの視聴者さんは3年前の台北 Vlog とかからチャンネル登録してくださった方もね大勢いらっしゃると思いますので、またこうしてね台北旅行の動画も撮っていきますので、楽しみにしておいていただけたらと思います。まだその3年前の台北ブログをねご覧になってない方はね、概要欄にリンクも貼っておきますので、当時の台北の様子なんかをねぜひご覧いただけたらと思います。僕もね台湾行けない時はね、自分の動画ではありますけど、過去のね台北ブログを見直したりしてね、当時のことを思い出したりしていました。まあ、そんな動画もねございますので、よかったら見てみてください。でそんなね台北関連の動画、今回はね第1弾ということで、台北旅行に持っていくものをパッキングしながら紹介していきます。今回滞在期間は1泊2日とね非常に短いんですよね。ただ今回もタイガーエアで行くんですけど、タイガーエアって羽田から出発するのが早朝なんですよね。朝4時とか5時ぐらいの便で出発するので、9時ぐらいにはね台北に着きますので、帰りもねまた最終便で帰るので、実質ね丸2日ぐらいはね滞在できるんですよね。まあ、久しぶりの旅なんで、まずは1泊2日楽しんでこようと思っています。ではね、台北1泊2日の一人旅で持っていくものっていうのを紹介していきます。今回持っていくバッグはね、これ持ってこうと思っています。こちらがワンダードのプロボーク31リットルというね、これカメラバッグなんですけど、まあ、今回もね撮影機材いろいろ持ってこうと思ってますので、こちらをね使おうと思っています。これね非常に収納力があるので、この背中の部分がカバッと開くんですけど、ここのねこの部分、ここがこんな感じで仕切りがあるんですけど、これ仕切りねマジックテープで自分で可変することができて、好きな幅でねこう付け替えることができるんですけど、ここに今回持っていきたい機材をちょうど入れやすいようにね、すっぽりはまるようにカスタマイズしています。まあ、こんな風に仕切りを変えられたりとか、であとこちら側にはですね、こういう風にファスナーがついていて、横からもねカメラを取り出すことができるんですね。メインの収納部分からそのまま取り出すことが、横から取り出すことができる、こういうのとか、あと反対側、ここはですねこのファスナーがついていて、これ三角形に開くようになっていて、ここにね三脚を差し込むことができるんですね。でこれでしっかり止めて三脚を固定して持ち歩くことができる。まあ、こういったね、まあ、カメラバッグなので、非常にカメラ機材がね収納しやすくなってます。であとこの一番上の部分、ここはロールトップになっているので、これをこういう風に開けるとマジックテープでガバッとね、こんだけの大容量が収納できるようになっています。これただね、まあ、広げすぎると機内持ち込みできないサイズになっちゃうので、今回はね広げないでも収まりそうなので、広げずにね運用していこうかと思っています。あとこの取っ手の部分にはね、一応このクリッパー、普段からねバッグにつけてます、このクリッパーをつけていこうと思っています。これバッグハンガーで、まあ、屋台とかでね、下に地面にね、このバッグを直接つけたくない時にかけたりしようかなと思うんですけど、バッグ自体がね、結構重くなりそうなのと、まあ、一応これ耐荷重15キロとかなので、壊れることはないんですけど、台湾の屋台のテーブルの方がね、壊れる可能性があるんでね、ちょっとそのあたり不安なので、ちょっとこれ使うかわかんないですけど、一応念のため持っていきます。あとここに、つけておくと何かと一時的に引っ掛けるのに楽なカラビナ、これをねこういう風に取り付けてます。こんな感じでね、輪っかがたくさんついてるので、好きなところにこうカラビナとかねつけられるのもこのプロボークのいいとこですね。であとこっち側にはこれ、ね、キャプチャーというのがついてますね。これウランジのキャプチャーというものなんですけど、これがですね、ここボタンがこういう風についていて、これカメラの下にここに挟まるねこのパーツをつけておいて、でこの部分をここにこういう風にカチャッとね押し込むことでロックできるんですね。このねリュックを背負ってる時にこの辺りにカメラをね一時的につけておくことができます。でこれは両手が塞がってしまっていたり、まあ、屋台とかでねご飯持って飲み物持ってっていうとね、カメラを持つ手が塞がってしまうので、まあ、こういう風にね一時的にここにキャプチャーにくっつけておいて、撮影する時にまた外して、で撮影し終わったらまたここにはめる、こういう風な運用ができるので、これねあるだけで非常に撮影するとき楽なので、リュックにはねこれもキャプチャーというのもつけています。他にもねいろいろポケットたくさんついていたりして、非常にね使いやすいバッグなので、今回ねこれを使っていこうと思います。はい、じゃあね早速持ち物をねどんどんこの中に詰めていこうと思うんですけど、まずはこれですね、忘れてはいけないパスポート、パスポートを忘れずにしまっていきます。これねバッグ、ここの
背中が当たる部分、ここにですねパスポートを入れるこういうポケットがついてるんですね。これも非常に便利で、ここにこのパスポートをここに、ね、忍ばせるように入れておきます。こうしておけばね、さすがに落としたり取られたりすることもないので、ここにしっかりしまっときます。あとこの中にね、大事な書類いくつか入れておきたいなと思っていて、まずはこれですね。はい、これがですね、あまり見たことないものだと思うんですけど、台湾の乗客証というものですね。これは1年間に3回以上台湾に行った方が発行できる証明書ですね。台湾の常連証明書みたいなものですね。乗客証というものです。この乗客証あると何ができるかっていうと、入国審査のところで優先レーンに通していただけるという、そういうねファーストパス的なものになっています。ただね、ちゃんと入国審査はもちろん受けるんですけど、あくまでも優先レーンに並べるということで、入国審査で並んで時間がかかるところをショートカットできるというものなんですけど、まあこの時期なんでそんなに並んでる方もいないかもしれないんで、あまりね効果的じゃないかもしれないんですけど、まあせっかくね1年間で3回行ってこれがね使えるようになったので発行しました。で、実はこれ2019年に発行しまして、有効期限ねこれ1年間なんですよ本当は。だけどまあこのコロナ禍があったので延長していただいていて、2022年の12月末までね効力が延長したということで再発行しまして、今年いっぱいね使えることになりました。なのでね、せっかくなんでこれも持ってこうと思っています。はい、台湾の乗客証ですね。あとこれはねちょっといろいろ個人情報も載ってるんで見せられないですけど、旅程表ですね。タイガーエアの旅程表、これもねポケットの中に入れときます。あとこの辺には現地に行ったらすぐ使うようなものを入れとこうかなと思っていて、まずこれかな。はい、マスクのスペアですね。これはまだね台湾も街中でマスクをすることがね割と必須になってるようなので、ちゃんとねマスクホルダーに入れてマスクの予備持ってこうと思います。はい、であとはティッシュとハンドタオルと、あと台湾といったらこれですね、ウェットティッシュ。夜市とか結構ね手が汚れることがあるので、このウェットティッシュはね台湾旅行にはね必須ですね。普通にねウェットティッシュそのまま持ってってもいいんですけど、僕はねこのアタッチメントでプラスチックのこういう開閉しやすい口、100均とかで売ってるんですけど、これをくっつけた状態で持っていこうと思ってます。これあるだけでね非常にウェットティッシュ出しやすくなるのでおすすめです。蓋付きのウェットティッシュ、これをここに入れときます。あとはペン、飛行機の中とかね、いろんなところでペン使う機会意外とあるので、これも取り出しやすいように、ここに入れとこうかな。はい、こんな感じでしまっときます。あとそうだ、これもコンビニの袋。夜市とか行くとね、ゴミが出るんですよね。で、ゴミ捨てるとこなかったりするので、ホテルに持ち帰って捨てたりできるように、このね、ゴミ袋1枚あるとね、非常に便利なので、これも持ってきます。はい、背中のポケットはこんな感じですね。あとはここかな。ここにもですねこういう風なポケットがあって、結構ね広々使えるんですけど、この中にはお財布とか入れておこうかなと思います。まずお財布、お財布の中には現地で両替するお金と、3年前に両替したままね使っていない台湾の紙幣、あとね硬貨が何枚かあるのでこれも持ってっちゃいます。であとはヨーヨーカ、悠々カードってやつですね。台湾のスイカみたいなカードですね。台湾はこのヨーヨーカで決済できるお店多いので、1枚持ってチャージしとくと非常に便利なので、これ持ってきます。あとはクレジットカードと、万が一財布を落とした時のためのトラッカーですね。タイルのカード式のもの、これをこの中入れておきます。台北でもタイルってトラッキングしてくれるのかな、ちょっとわかんないですけど、これ入れて持ってきます。はい、お財布と、あとはまあ現地で使うものじゃないですけど鍵ですね。鍵とこの中にはこんな感じで、まあ、貴重品類ですかね、入れておきます。あとはねメインの部分にいろいろ入れておきましょう。あと開けまして、ちょっとこれ開けにくいんで一回外します。上の部分に結構ね大きいメッシュのポケットがあるので、ここにねどんどんいろいろ入れていこうかなと思います。まずこれ入れようかな。はい、これがですね46リットルと書いてある、これはスーベニアバッグってやつですね。帰りの受託荷物で預けたいなと思ってるんですけども、これ広げるとこんな感じの大きいねボストンバッグみたいな感じになります。この中に購入したお土産なんかを詰めて空港で受託荷物として預けて運んでもらおうと思っています。
毎回ね台湾ではお土産もねたくさん買ってくるんですけども、いつもねスーパーのカルフールとかで大量にねお土産買ってくるんですけど、今回もね袋いっぱい買ってこようと思ってますので、もし皆さんおすすめの台湾土産なんかねあればぜひコメントで教えてください。3年前もね視聴者さんとか本当ね台湾の現地の方から台湾に来たらねぜひこれ買って帰ってくださいというようなねお土産いろいろ教えていただいて、前回もこれちょっとちっちゃいですけどバッグにね目いっぱいお土産入れて帰ってきたので、まあそういった動画もねアップしてますけども、まあね、また最近のおすすめのお土産なんかもねもしあったら知りたいのでぜひコメントで教えてください。はい、まずこのスーベニアバッグ、これをここに入れちゃいます。あと台湾はね日本に比べて非常に暖かいはずなんですけど、もしかしたらね寒くなるかもしれないので、こちらのねユニクロのポケットブルパーカー、これもね持ってっとこうと思います。すぐに寒くなったら羽織れるようにしようと思ってます。台湾の11月の気温どれぐらいなんだろう。台北の天気は、僕が行く予定の日が最高気温27度、最低気温18度ということで、もう結構夏ですね。まあ最低気温18度なんでね、これがどれぐらいの寒さかちょっと何とも読めないところではあるんですけど、まあ1枚あると安全かなと思うので、こちら持ってきます。雨降んないといいな。あとはこれかな。ガジェットポーチ。ガジェットポーチの中に割とパンパンに色々詰めちゃってるんですけど、一応紹介しておくと、これはカメラのバッテリーの充電器ですね。とこれがアンカーのモバイルバッテリーですね。633マグネティックバッテリー。このスマホの後ろにペタッとね、直接つけられるバッテリーで、これがあれば外出中にバッテリー切れたりしてもね、大丈夫だと思うので、こちらをね、持ってこうと思ってます。あと充電器はこちらですね。アンカーのガンプライムの、この前ねレビューしましたけど、ガンプライムの737チャージャー、 USB-C が2つと USB-A が同時に充電できるやつですね。これね充電速度非常に速いので、こちらを持っていこうと思ってます。でこれと一緒に使うのがこのケーブルですね。パワーライン3フローの USB-C のものと USB-C ライトニングのものですね。こんなケーブルたくさんいらないかもしれないですけどね、念には念で同時充電しなきゃいけない時もあるかもしれないので、あと一応 USB-C のケーブル、これもねもう一本 Apple Watch の充電ケーブルですね。こちらも一緒に持ってきます。カメラのねバッテリーもちょっと多めに持っていくので切れることないかなと思うんですけど、せっかくねカメラ持っていってバッテリー切れちゃったら悲しいので、念には念ということで持っていきます。こんなこんなでねほとんど荷物が多くなっちゃうんですよね。はい、ガジェットポーチはこんな感じです。これもこのままガシッとね詰め込んじゃいます。であとは今一緒に言っていたバッテリーですね。ソニーのカメラのバッテリーと GoPro のバッテリーとライカのバッテリー、はい、これらよりを持ってきます。あとはこちら、これはまあ常備薬ですね。目薬と常備薬と歯間ブラシと綿棒とかかな、ヘアワックスを詰め替えたものとシャンプーコンディショナー、いつも使ってるやつ、この辺をビニールポーチの中に入れました。あとは、まあ、台北ね、いつ雨が降るかわからないので、いつものトラベルアンブレラ、これをね、持っていこうと思います。本当にスコールみたいな感じで急に雨が降ったり、一日中雨が降ったりする日もあったりするので、まあ、傘は必須ということで、こちら持っていきます。これもね、86g かな、非常に軽いので、こういったね、旅行の時、まさにね、トラベルアンブレラってぐらいなので、旅行の時非常に助かりますね。であと、このポケットに入れられるものとして、この辺も一緒に入れちゃおうかな。すぐ取り出すので、こういったね、三脚ですね。ワンフロットのピクシーというミニ三脚ですね。これもさっきのキャプチャーと同じね、このカチャカチャがついてるので、カメラをこうカチャッと装着した状態でこれで三脚として立てることができる。しかもここを押しながらね、好きな角度でね、これを可変して撮影することもできるので、これもね使う機会多いと思うので、この取り出しやすいところに入れておきます。で同じようにマンフロットのミニ三脚、折りたたみ式なんですけど、これもねカメラこう取り付けて、テーブルとかでね低いところからこう自撮りする時とかに使います。こんなねちっちゃいけどあるだけでね、非常にカメラがね安定して低い位置から撮影できるので、これね意外と使えるんで、念のためこれも持っていきます。あとはこれ入れとこうかな。ナノバッグの XL ですね。これもね折りたたみのエコバッグですけども、広げるとね非常にこんな感じで大きくなるので、何かお買い物した時とかね、これに入れてショッピングバッグ代わりとしてね使いたいと思います。これもねいいですよね。折りたたんだらこんな感じでクシャクシャクシャっと詰め込めば、はい、こんなねコンパクトになるのでね、こちらのナノバッグ、これも1個持っておくと非常に便利なんじゃないかなと思うので入れときます。
あとはこれも一応入れておきましょうか。まあこれストラップですね。カメラのストラップ。普段ね、ストラップあんま僕つけないですけど、ストラップをつけて、こう首から下げて持っておく瞬間もあるかもしれないのでね、念のためこれも持っていきます。ここの上の収納部分はこんな感じです。結構収納できますよね。パンパンだけど。はい。で、あとはこのメイン収納部分に入れていきましょう。ここにね、あとはカメラ機材を入れてきますけど、今回ね、メインで使おうと思ってるカメラは α7S III ですね。これね、ちょっと今 α7S III 使っちゃってるんで、本当はね、α7S III をこの α7 IV で撮ろうと思ったんですけど、なんかね、これ熱停止しまくってて、ちゃんとね、撮影できなかったので、ちょっと一時的に代替えしちゃいましたけども、持ってくのは α7S III を持ってこうと思ってます。今撮影してるのが α7S III なんですけど、この機種は結構ね、暗所性能が強いので、台湾でやっぱり夜市とか撮影する機会が多いと思うので、まあ、夜ね綺麗に撮れるこういったね α7S III のようなカメラを持っていこうと思っています。まあね、普段から使い慣れてるカメラだしね。あとレンズはねここにつけてますけど、この最近購入したタムロンの 20mm40mm のズームレンズ、このねレンズを持っていこうと思っています。これ 20mm40mm の F2.8 透視のレンズなので、割とね明るめなレンズですね。台湾の夜市とか撮ろうと思ったら明るさも確保したいところなので、これぐらいの明るいレンズだと綺麗な映画撮れるんじゃないかなと思います。でこれね 20mm40mm っていう画角がね、非常に Vlog を撮る上でね優れてるんじゃないかなと思っていて、こういう風にね自撮りをするときは 20mm ぐらいの画角だと自分と背景ね両方入れても 20mm だったらねちゃんと収まるし、あとね 40mm ぐらいにすると自撮りにはちょっと狭いんですけど、こうね風景とか特にね台湾とかってあんまり広くない道で屋台とかをね撮ろうと思った時に 40mm ぐらいのね画角だといい感じにこう手元が収まる画角になると思うので、この 20mm40mm の画角っていうのはね、台湾みたいな街並みを撮る時とかにはねちょうどいいんじゃないかなと思って、これを最近購入しましたので早速ね使っていきたいと思います。よかった間に合って、メーカー品切れが続いてるみたいで入荷が12月ぐらいになるみたいにも言ってたんですけど、たまたまねこれ新宿の北村さんでね見つけて購入できました。はい、こちらを持ってこうと思います。で、あとマイクはソニーの、これはねあの紙マイクとちょっと近くてちっちゃいですね、 ECM-G1 というね、これも最近発売されたものですけども、このねコンパクトなマイク、こちらをね持ってこうと思ってます。これもね α7S3 とかこの α7IV みたいな、ここの周の部分にこう取り付けることでケーブルレスで収音することができるので、まあ、こんなね非常にコンパクトなフルサイズのカメラセットアップでね Vlog 撮ることができるの で正面からの声も非常に綺麗に撮れるし、後ろに回ってる僕の声もねちゃんと入るという、そういったねマイクなので、まあ、まさにね僕のように一人で Vlog を撮るときにはねベストなんじゃないかなと思って、しかもコンパクトだしね、こういった旅行向けのマイクだと思うので、こちらをね持ってこうと思っています。そんなカメラとレンズとこのマイク、これをね収納します。このポケットからすぐ取り出しやすい一番外の部分、こんな感じで入れます。あとマイクはこの辺に入れておこうかな。で、あとレンズもう一本念のため持っていこうかなと思っていて、これも同じくタムロンの 28mm200mm の望遠レンズですね。まあ 200mm 撮影する機会どれぐらいあるかっていうところではあるんですけども、 40mm よりもっとね寄って撮影したい時っていうのが結構ねありそうな気がするので、こちらね持っていきたいと思っています。まあ、一番これがね荷物としては重い大きいのでちょっと悩むとこではあったんですけど、ここ100mm とか 200mm だったらいい絵撮れたのになっていうのをね後から悔やみたくないので、ちょっと重いですけどこちらもね持ってきます。タムロンの 28mm200mm の望遠レンズですね。はい、これはここに入れます。あとソニーのカメラのリモコンですね。リモコン、この離れたところから撮影オンにしたりする時もあるので、こちらのリモコンも持っていきます。で、あとは ND フィルターですね。これが西の可変式の ND フィルター、カメラ詳しくない方に言うとカメラのレンズにつけるサングラスみたいなものですね。こう回すと暗くなって明るくなって、これすることで屋外で撮影するときにカメラのねセンサーに取り込む光が強すぎるときに、これで少しね遮光してこう白飛びみたいにねならないようにするってね、レンズにつけるサングラスみたいなもので、これとこの可変式の ND フィルターと、ここにさらに濃度を増すためにこうはめ込む ND フィルターのアタッチメントがあるので、これもね追加でこういう風につけます。そうするとこれを外した状態の ND フィルターが例えばこれぐらいの暗さだったら、ここにこれ
それをはめ込むと少しね暗さが増すんですね。こういった ND フィルターのアタッチメント、これも一緒にね持っていきます。これね高沢圭介さんが紹介していてめっちゃいいじゃんと思ってね購入しました。使ってみたけどねすごい使いやすいですねこれ。はい、こういったね ND フィルターセットで持っていきます。これもここに入るかな、はい、入りましたね。ここに入れます。あとはカメラの大事な SD カードですね。 SD カードこれケース可愛いですよね。リモアみたいな見た目のケース、この中に SD カードこんな感じで入れています。ソニーのカメラ用の SD カードとこちら側が GoPro 用の SD カードですね。はい、これもねケースに入れてここに差し込んで持ってきます。カメラはこれも持ってきます。 GoPro ですね。 GoPro は街歩きの時とか、あとはタイムラプスとかタイムワープとか撮る時にこちら使おうと思ってます。あとねこれ今ネックマウントつけていて、これをね首にこういう風につけることで両手を開かせた状態でこう手元でなんかしてる時とかもカメラをね首に固定しながら撮影するってことができる、まあこういったものですね。前ライカのフォトウォークの時も使いましたけど、両手開けられて撮影できるのでね楽なので使う機会あるんじゃないかなと思ってね持ってきます。スーパーで買い物する時とかのシーンとかねこれで撮りやすいんじゃないかなとか思ってます。はい、これも持ってきます。これをちょっとどけまして、ここに詰めてマイクをここにしましょうか。はい、綺麗に収まってきましたね。あとはですねこれですね、ライカの M10R、 こちらも今回持ってきます。動画と写真両方撮影する余裕があるかどうかわからないんですけど、台湾の街並みねやっぱりライカで切り取りたいなと思っていて、どうしてもやっぱこれはね持っていきたいので、ちょっとね余裕があるかわからないですけど、やっぱりねライカ持ってきますね。これでね台湾の素敵な風景撮って帰ってこれたなと思ってます。レンズはゼミクロンの 50mm ですね。こちらのセットで持っていこうと思っています。台湾の風景をねライカで撮るのがね割と夢だったりしたんですよね。ライカで撮ったら綺麗に写りそうな街並みが多い気がするんで楽しみですね。はい、ぎっしり入りましたね。いい感じで収まりました。であとここにねちょっとクッションの意味も込めて、これを着替えですね、着替えをここの上に入れちゃいます。カエの靴下とその下に下着が入っていて、あとこっちはカエの T シャツ、こんな感じですね。これをもうここにこう入れまして、あとこれも洗濯物とかが出た時にしまっておくジップパックですね。こちらとあとねこれあるといいんですよね。これ何かっていうと梱包材なんですけど、今こんな紙なんですけど、これ広げてシャクシャクシャってやるとこういう風にね緩衝材になるんですね。例えばお土産で瓶詰めのものとかを買った時にこれでくるんでバッグに入れておくと安全に運べるということで、このね緩衝材前回もね結構これ役立ったんで、今回もこれね何枚か持ってきます。こういった薄いものはこうファイルケースに入れて、ここにね PC とか入れられるポケットもあるのでここに入れちゃいます。入りました。はい、これで一通り収まりましたので、これでファスナーを閉めます。収まるかな、あ大丈夫だね、重っちょっとこれ重さ測りますね、のために、あそうだ、あと忘れてた、三脚も持っていくんで、三脚はこの横のポケットのところに、ここにこういう風に刺しまして、でこのバンドで止めると、はい、こんな感じですね、ぶれない。はい、キングできました。さあこれで重さがどれぐらいになってるか、これね全部手荷物で飛行機なんか持ち込みたいなと思ってるので、これがね10キロ超えちゃうと持ち込めないので、タイガーエアの手荷物の許容量が10キログラムということで、これがね10キロ以内に収まってるかどうかねちょっと測ってみたいと思います。さあ重さがどれぐらいになってるでしょうか。よいしょ、重っ、あなんとか大丈夫かな。はい、9.44kg ということで 10kg 以内に収まりました。大丈夫そうですね、手がプルプルする。はい、クリアです。はい、そういったわけで無事にね 10kg 以内にギリギリ収まっていたので、これを持って台北に行ってきます。いやーねワクワクしますね。今回も Vlog とかもねいろいろ撮ろうと思っていますし、食レポもねいろいろしようと思っています。まあ、ただねまだコロスケが完全に落ち着いたわけではないので、現地の皆さんに迷惑とか心配がかからないように配慮しながらね撮影していきたいなと思っています。あとこれから台湾旅行に行こうと思ってらっしゃる方ね結構いると思いますので、台湾旅行の現状とか現地の様子とか知りたい
こと、気になることなどねありましたらコメントで質問してください。そういった情報もね動画にしてお届けできたらなと思ってますので、質問の方お待ちしています。はい、そういったわけで今日は久しぶりに台湾旅行のパッキングをお届けしました。台北旅行の動画今後いろいろ公開していきますので、興味ある方はぜひねチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押していただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。